皆さんこんにちは消費生活アドバイザー一次試験スピード合格講座担当主に消費者行政法律分野4回目の講義を始めますレック講師浅田健吾ですよろしくお願いいたします はいじゃあ皆様ですね第4回ということでご用意していただく教材軽く見ておきましょうはいいつも通りですねこちらの方の、えー、担当の過去問集それから消費者行政法律分野の、えー、解説集それから、えー、公式テキスト1と2ですねこちらの方をご用意いただければと思っております。はい でここからはですね、えー、と4回目からは順番通り前から順番ということで21年の問題が残っておりますので21年の問題がですね4本四本残っておりますので今回は2021年の10月3日13時から15時いいですか前から順番ですので分かりやすいかと思います。1回目がですね、えー、とこの収録の1回目については2019。 2回目が2019歳それから2020が3回4回が2021年の10月分ということになりますのでねで今回はからは45分になりますですからポイント解説ということでさらにですねポイントを絞ってやっていきたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたしますじゃあまずですね見ていいたただきたいのは 8ページ、8ページ、第7問ですね。8ページの第7問。ここから行きたいと思います。えー、問題冊子は、第7問、8ページですね。はい。で、こちらの方から見ていくということになります。よろしいでしょうか。はい。で、えー、っと、 そうですねちょっとこの前にごめんなさい一言だけ言っとかなきゃいけませんね、えー、と6ページの第4問で、えー、と消費者白書の問題出てますねでこれが分かりやすいと思うんですけど令和2年版ですので昨年2021年で令和2年版が出ているということですのでおそらく今年の場合はですね、はい、令和3年版ということになります令和3年版の消費者白書の方になりますね。 よろししいでしょうか2021年が令和2年ですから2022年は当然令和3年ということになりますので,、ね、でこちらの方は解説冊子の方にも書いてあると思うんですけれども解説冊子の8ページですね解説冊子の8ページの米印ですね消費者白書は消費者庁のホームページで閲覧可能です私もよく見ておりますで試験に出題されることから出てますね出てましたね令和2年がねってことから見てくださいなお年年については令和2年が 出てますのでそうすると2022年は令和3年令和3年版かなということでもうすでにね消費者庁のホームページの方に、えー、ありますのでね、そちらの方を、えー、見ていただければというふうに思っておりますよろしいでしょうかねはいこれを一言言わなきゃいけませんですねじゃあ次行きたいと思います第7問ですねはい、えー、見ていきましょうはい、契約の解除解約ですねについて見ていきたいと思います えー、契約の解除の場合は債務不履行解除ですね約束を守らなかった場合の解除というのが、えー、有名だというお話をさしたと思うんですけどもはい、えー、8ページの7の1になります。はい えー、いいですか。皆さんこれ内容的にはもう読んでることを前提ですね。はい、えー。引き渡した新車の内装に目立たない傷があります。はい。この場合解除できるとは限らないというふうになっておるんですけど、解説冊子の方で、えー、見ていきたいと思います。はい。いいですかね。十一ページ。はい。七、えー、の上から一二三四五六七行目からただしっていうの。一二三四五六ただし債務不履行約束違反で解除の場合ははい。 え軽微な場合には再刻しても解除することはできないしたがってね自動車の内装ですね中,中の部分、ね、エンジンルームとかではなくてそういう部分については解除まではできないよねというのをふうになっております、ね、この部分はふんという感じで押さえておいていただければと思います。で問いの7の2ですね、はい、こちらですね見ていきましょう。 これなんですけども買い受けた中古,じ中古住宅が引き渡し前に火事でなくなったと。で売り主に奇跡性がない,、はい、奇跡性がない書いておいてください売り主に故意や過失がない場合つまりねこれ中古住宅の引き渡し前日に火災で燃えたんだけど まあ通常ね売り主がねたばこの火の不始末とかねもうこれこの家もう売,れ売っちゃうんで最後の夜ぐらいねなんかあのたばこを吸いながらね寝転がってテレビでも見ようかなと思ってそんで放火で燃えちゃったあ放火してごめんなさいたばこの火の不始末でなくなっちゃった場合はこれ過失になりますけどもまあ奇跡性がない場合ですから、ね、なんか放火にあっちゃったとかねあと何落雷が落ちてきたとかね。 雷が落ちちゃったり放火の場合っていうのはこの場合は売り主に奇跡性ないですよねがない時は買い主は契約を解除できないこれねあっ奇跡売り主に奇跡性がない場合でも契約の解除ができますでここは少しですね、えー、見ていきたいと思います、えー、11ページの解説冊子ですねこれ見てください11ページの解説冊子いいですか11ページの解説冊子ね 改正民法によりって書いてますね。でこの場合ですね「ただしその債務の不履行が債務というのは義務をやらないことが売り主が物を渡さない時は」って言いますね、はい。売り主の責めに期すべきで期すことができない理由によるものである時はこの限りでないが、えー、と削除された。はい、よって 解除のの要件から債務者の奇跡性が除かれたつまり改正前民法では債務不履行による契約の解除をするためには債務者の奇跡性が必要であった。だから債務者に今回の場合は家を引き渡す売り主がにねあ故意や過失が必要だったけど改正民法では 債務者の規制規制はいらない。つまり債務者に責任がなくても解除ができるというふうになったと。だから今回の場合はですね、はい、えっ、ー、と売り主にも責任ないですね。売り主自体に責任がない場合であっても、はい、解除ができるようになってました。でこれはですね、ちょっと書いてませんが少しだけ説明していただきさせていただくと、救済。昔の民法ではですね、はい、債務不履行というのは ま今回の場合は売り主側ですよね。渡せなかった場合には売り主に対する責任追及手段だって考えたんですよ。ね。だからまあ売り主の責任でね渡せないってことによって責任追及だから売り主が悪い時しか解除できないタしだったんですよ。だけど改正後の民法ではそういう考え方を変えて契約の解除はね。 買い主側の場合今回の場合は飼、えー、い主に買い主が物をもらえなかったでしょ場合が給付物を受け取ることができないことによる契約の 高速から解放してあげようというい意味だからだから相手方売り主側に責任があろうがなかろうが買い主が物を手に入れ,なか入れることができなかったんだったらじゃあ契約から解放させてあげればいいんじゃないってことにすれば売り,売り主側のの性っていううはどででもよくなるでしょ単純に買い主側が、えー、物を売れ受け取れなかったらその、ね、契約から解放させることが第一の目的だって考えればね。 とということで考え方がですねどちらかというと飼い主のことを考えてね手に入れられなかったらその場合ね飼い主か契約関係から拘束、えー、からね解放してあげなきゃダメでしょっていうそういう考え方になったと思っていただければいいと思いますで次3番ですね債務の全部の履行を拒絶する位置を明確にしているってことはこれ何かというともう絶対に渡さないとねこれあれですよ契約を締結した後にですよ だって、債務だから、債務の全部っていうことだから、契約を締結したら、売り主は物を引き渡すっていう義務があるわけでしょまた逆に買い主側からすると、絶対にもう金払わないってね、宣言してる場合については、 債権者はこの場合例えば売り主が物をもう絶対に渡さない契約してるんですよ契約してんだけどなぜか物を絶対渡さないってもう断言してる場合はだって明確に表現してる場合ははい債権者は直ちに契約の解除、はいこの場合は債国いらない,ですいいですね断言しちゃってるケースの場合はね でここはですね、少しね見ていただきたいというふうに思っています。これはどっかというと解説冊子11ページ3ですね。はい。無罪国解除とはということは無罪国解除って書いてるね、チャンスを与えずいきなり解除できるパターンはってことです。無罪国解除は罪国っていうのは。 速かけることなんですねだからチャンスを与えずいきなり解除できるケースはすするるこことととなく、はい、即時に解除でできるということです無彩告解除の一つに、はい、債務者売り主が、まあ、渡さないっていうのねもう絶対に渡さないって明言してる場合はということですねあと多いのはですね履行,不能です履行がもう絶対にできない例えばと特定のものであればね 例えば家とかねあの中古の物件の家とかっていうことであればもうこの自体が物がもうね消えてなくなっちゃったりね火事で燃えてなくなったりすればこの場合はもう無彩刻解除ということになりますね。待たずに解除できるということになるわけですね。 よろししいでしょうかねこれどこに書いてあるのかというとですね、はい、えー、っと今とテキスト見ましょうかね16ページですね第2です。はい、で第2でよく出てきたさっきの話は何かというとこの解除の話ねここですね債務不履行解除って出てますから約束違反による解除ですので基本はこの A のところを見てください16ページね最後にチャンスを与えることが必要だということですね。 で,でさっきあった警備の場合は解除できないですね無彩告解除はこれはチャンスをあちょっと消えちゃってますねはいこうですね、はい、無彩告解除はこうですねでここですね、はい、債務の全部が履行不能だからもう絶対に無理だって言場合です。 で例えば中古住宅を売買して利工期までに火災で燃えちゃった場合この火災で燃えちゃったのが、ね、あの本人の原因だろうがタバコの火の不始末だろうが放火だろうか関係ないですとにかく燃えてなくなっちゃった場合はもう現物のものがないでしょ。はい、で契約で定めた義務が実行できない場合であるからこの場合、はい、いいですから、ね、債務者に 奇跡性がない時であってもだから債務者に奇跡性がない。いいですね。さっきやったように債務者に奇跡性がなくても解除できるしょ。これね。債務者に奇跡性がない時でも解除ができる。で、債務者に奇跡性がない時でも解除できるってことは債務者にね、奇跡性、故意や過失があったら当然ですよね。故意や過失がなくても解除できるってことはあっ,たらあったら当然に解除できるでしょ。 で例えば前線のように中古住宅が近所の累霜累霜とかねあとは雷が落ちたとか放火ンに放火されちゃった場合でも解除できるでその解除はじゃどういうにできるかというと無採解除で,すでさっき出てた問題の問いの4の問いの7の4についてはここですね2ですね債務者がもう絶対に渡さないってもう宣言してる場合。 この前は債務不履行解除が、えー、と最国なしにできるということです。とりあえずですね試験的にはですねこういうふうに押さえてください。約束違反における解除についてまずいいですかいいですか約束違反の解除については相手方に奇跡性、故意や過失があってもなくても解除ができる。 理由は債権者側まあ今回の理由と飼い主側がその契約の拘束っていうところから解放させてあげたいからいいですかね契約の解除債務不履行解除については相手方が 相手方に責任があろうがなかろうが解除することができますよということですじゃあまあ解除は結構できるなって話になったときにすぐに解除できるのか再告しなきゃいけないのかになると一般的にまあチャンスを与えてくださいって話ですまあちょっとね言い方悪いですけど相手方ちょっと忘れてる可能性もあるわけねだけど相手方にチャンスを与える必要はないのはこれはですねもう物がですねこの世の中にない場合です ね、これは先ほど言ったように中古住宅が燃えてなくなっちゃった場合です放火にあった場合とかね、えー、近所の類相とか雷とかね自分に責任がない場合であっても自分のタバコの火の不始末であってもねもうない以上は渡せないんで、はい、この場合は即刻解除無彩刻解除ということになるわけですね。 一方、はい、ものがある状態であれば催告しなきゃいけないでもう一個ですね無催告、はい、催告せずに解除できるパターンとしては相手方が絶対に渡さないというふうにもう、えー、宣言しているようなケースですねに当たるということになりますはいよろしかったでしょうかねで第5問ですねこちらの方はですね、えー、計画契約自由だから、えー、できるというふうに押さえていただければいいのかなというふうに思います